パリサンジェルマンはリーグアンでも開幕から連勝を続け、先日行われたチャンピオンズリーグでもジローナを撃破するなど、結果を出している。ただ、FW ・キリアン・ムバッペが抜けた影響は大きいのかもしれない、フランス・レキップは、ピッチ外で影響が出ていると取り上げている。まず PSG の公式インスタグラムだが、現在フォロワー数は6373万人となっている。 同メディアはムバッペ対談前は7000万人近くのフォロワーがあったと伝えていて、700万ほどフォロワーが減少したと見ている。また、ユニフォームの販売数もリオネル・メッシ、ネイマールがチームを離れたところからマイナスが続いていると伝えられていて、ムバッペ対談はここにも影響してくるだろう。ピッチ内での MMN、ユニットは思ったほど機能しなかったが、3人のネームバリューと人気は圧倒的だ。 3人のユニフォームが欲しいと思ったファンは世界中にいたことだろう。その3人が次々とクラブを離れた影響が出るのは仕方がないと言えるか。指揮官のルイス・エンリケはムバッペが抜けたチームを巧みにまとめており、今季もリーグアンを制覇できるかもしれない。しかし、クラブの看板となるスーパースターが不足している感は否めない。 同メディアはクラブが大型のスポンサー契約を確保するのに苦労していると伝えていて、